吉さん、人生の意味とは宇宙を基準に考えると本当にゴミみたいなもんですよねでも私たちは私たちの100年弱の人生の中で自分の人生を考えるんでやっぱり大いなる意味をそこにはもたらすと思うんですよねうん何かこう自虐的なんですかねわざとスケールを大きくして自分の存在を小さく小さくしていく捉え方もしくは自分を過大評価していって他の人の存在とか宇宙のありがたみを忘れて 自分の人生はなんて不幸に見舞われてるんだなんて幸せなんだろうかっていうふうにこうぶれすぎるっていうのはね、まあ、人間が素直に感じる瞬間っていうのはその時に応じて悲観論であったり楽観論であったりまあ無心論であったり神様を信じてみたりとか揺れ動くものだと思いますしそういう意味で言うとねぶれない精神ほど怪しいものはなくてブレブレの人生の中でそれでも何かをもがきつかもうとしている姿それが人間の葛藤なんじゃないかなと思いますけどね。 で、今回はね「天保通りの怪談時」「天」っていう漫画があるんですよ。これは赤城を描いた福本さんのもっともっと昔からの作品なんですがこの「天」っていう作品はね完結してるんですよね。で天隆っていうまあ,あ中年のね麻雀打ちが主人公なんですけども最終的には脇役であったはずの赤城が主役を食ってしまって最後の161718巻3つのね、えー、その最終巻に対しての「 導入部分からククライマックスまでを食らい尽くしてるんですよねでいつの間にか「天」っていう物語の中に赤城という魅力的な脇役がふらりとやってきて作品のタイトルをね変えるほどの勢いそしてその赤城ってものを抜き出したスピンオフ作品まで続いてるというね、まあ、こんな形になるんですけども最後はこの赤城っていう主人公主人公とも言えるべき人物はねアルツハイマーでどんどん自分が衰えていくことを知って。 あの自らね死を選ぶわけなんですよそれはあ自分が自分で亡くなって赤城という肉体を持ちながらも赤城じゃない存在感とか判断力を持っている自分は自分じゃないという判断のもとまた自分が赤城として認識しているうちにもう生命を終えてそこで完了してしまおうというねまさに意志の強さなのかなとも思えるんですけどもその赤城がね最後にこう言うんですよ。 あの自殺を止めに来るかつてのライバルたちを前にして「あのなった、死ぬっていうのはそんな大したことじゃねえぞ」と「隣の家にちょっと行ってくるわみたいなそんな感じだよと <laughs> いうわけなんですよで人生ってのは無念なんだとでその無念と合意して生きることが俺の人生だったといろんな爆笑をやったけども常に俺は多くの人が確率の高い方確率の高い方って行く中で 確率の低い方確率に低い方というふうに求めてきていわゆる死に急いできたんだとその結果捨て身になれたりとか対戦相手が自分を有利にするためには赤城はこう考えるだろうという裏を書くことができたと何のことはね最初から生き残ろうなんて思ってなかったからなんだとそれが赤城の最初の名言であるね、まあ、死ねば楽になるっていう言葉に、えー、回帰してるのかなと思いますよね 死ねばな,くなる人間はそれが今日死ぬほうが100年後に死ぬほうが必ず死ぬと。ということは生きているうちにどれだけ自分を発揮できているかその輝きこそが人生なんではないかなとそしてそれを貫き通した人生だったからこそ赤は赤ききは足り得たんんでななないいかう形すよねそれに対比すると中途半端なジャンゴルで終わった広域っていうねもう一人の主役級の脇役がいるんですよねこれは一巻から最終巻まで出てきてもともとは天というね 主人公と関わりを持つ中で赤城に出会ってその2人の対戦を脇役として見守るっていう立場になっていったんですけども最終的にはやっぱりねそこそこのギャンブラーするんだけども大勝ちするわけでもない、えー、まあ中途半端なサラリーマンっていうね形で終わるんですよねつまりこれが何を見せるかっていうと大半の人はひろゆきなんですよ大半の人は読者の大半の人はでも憧れるべき人物は赤城だったっていうことなのかなと思うんですよね、えー、そして自分は選んでか 選ばずにして運命としてそうなるのか分からないですけども今の立ち位置にいるのかなってことですよねさすがにひろゆきみたいな人物が赤城みたいな人生に乗り換わろうと思うと並大抵の努力が選択ではたどり着かないような境地に立たねばならないのかなってことでもどっちも同じ人間でありいずれ死を迎えて両方ともちっぽけな無に向かって走っていくっていう意味では。 ちょっと隣の部屋に行ってくるわみたいな感じで誰がいなくなっても気づかないようなそんなね側面を荒らしていたのかなと思いますよね。えー、天宝通りの階段時、天、全18巻、16、17、18巻この3つにわたって赤城の本当の気持ちが書かれているそんなね、えー、ストーリーになっておりますのでぜひご一読をおすすめします。それでは。